どうぞ。どうしたのなんか、あったでて、またまあ、別に、嫌じゃないけどさ。さすがに、私も、恥ずかしいっていうか。ああ、もう、そんな顔しないでよ。そんな、悲しそうな顔されたら、お姉ちゃん、断れない。 わかったよ。ほら、隣座って。うん。じゃあ、おいで。うわとと。ふふ。<laughs> 顔うずめちゃって。ちょっと、あんまり動くと、くすぐったいよ。ほんと、甘えん坊さんなんだから。ん頭も、撫でてほしい いや、追加でそれはさすがに恥ずかしい。<laughs> そうやって、上目遣いするのは、ずるいよ。はいはい、撫でてあげるから。よしよし。まったく、嬉しそうにしちゃって、もう。そういえば、小さい頃も、お母さんにべったりだったよね。 お母さん、君に対して甘いなーって思ってたけど、こうやって部屋に来られて断れず甘やかしちゃう時点で、私も甘いか。ふふ、甘えられるのは嫌じゃないけど、私だって恥ずかしいんだからね。ねぇ、聞いてる 寝ちゃってる最近、忙しそうにしてたから、疲れ、溜まってたのかな。ほんと、幸せそうな顔しちゃって。まあ、こういうことするのは、恥ずかしいけど、こうして、大好きな弟の寝顔を見れるのは、約束ってやつかな。 おはよう。ぐっすり眠れたああ。別に謝ることないよ。私も、いいもの、見れたしね。ん何かってそれは、内緒 <laughs> 彼女できたら、こうやって、お姉ちゃんに甘えるのは、やめなよ。あ彼女作らないとか言うのはなしね。 もう、その顔は勇気だったな。次 <laughs> うん、またしてあげてもいいよ。ただし、オムライス、作ってくれたらね。この前、君が作ってくれたやつ、すっごく美味しかったから。また、食べさせてほしいな。ね、いいよね。 じゃあ、約束ね。